はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。相打ちではない、普通に撃たれて死んでるわ。いや、一人分隊だとあのスナイパーに延々と蹂躙されない。俺大丈夫かな。味方の援護を待とう。やばくね。敵を一掃する。突入開始。そう倒してる。でも一個持ってかれたから。ダメだ。このウォーカーは縛る装備だ。敵による攻撃を許すな。現在はスペシャルフォースなので使うか。全然遮蔽物の。あれなんだよな、隠れてねえんだよな。角にまだいるよね。右も撃たれるね。ATM6 の守りが乱された。もう1枚は見えた。はいはいはい、前面までは来たぞ。ターゲットを捕捉。痛いですね。で、まだいるっす。こっちもあるから。これどこ行った？離れ際に撃たれたくないんだよな。もう一回索敵して、ターゲットをスキャッチ。取りに来てない。あ、大丈夫か。ここ行き止まりですよ。そこは行き止まりですよと。ただもう相手に当然のごとくヒーローはいそうな感じしますね。もうそうなりますよね。学部のレジスタンスリーダーも来ています。で、左が両方とも撃たれています。撃ってきてるな。守りを失った。レジスタンスが攻勢を仕掛けてくれ。対応を急げ。ナイスカット。うわ、バンガーダーや。ザッツバンガーダーおった。バンガーダー怖いよね。レイでもいそうだよな。仕掛けるぞ。危ね。いて、絶対逃げますわ。ちょっと一旦逃げました。ただ逃げたのは一旦なんで、どうです？すぐに支援に当たれ。ほいっちょ。ヨーダか。こっちもなんかいる。ヨーダだ。しっかり取る。逃げる。すげえいっぱいいる。敵もすげえいっぱいね。撃たれている。これはなかなか。強いんじゃねえか敵。敵をターゲットする。敵に増援。おそらく練習の精鋭だ。行け行け。走れと見せかけて戻れ。あ、走ると見せかけて戻れ。と見せかけて何かいる。ほい。ルークだ。
ックスやりきれなかったリューク当たらん。イオンディスラプターが使われた。 ATM6 の回復完了まで守りに当たれ。イオンディスラプターが使われた。そこいるね。そこに結構いるわ。投げろ。オッケー。いいよ。ただまだ分からん。これはスピーダーバイクでタクシーしてくる可能性もあるんでね、なんとかキルはしっかり取れたんで。 ATM6 がもうすぐ配置に。そこ出口が違うからね。今見つかりたくないな。見つかりたくない。今見つかりたくない。測定をする。測定をする。ここ一個投げている。こっちにいる。撃たれるなあれ。レジスタンスのイオンディスラプターでウォーカーが弱体化。ウォーカー弱体化しまったな。真ん中撃たれた感じか。いって相変わらずランドの攻撃は痛い。ただそこにいるっぽいよな。まだランド来るかもな。ちょっとあれが欲しい。索敵欲しい。ターゲット捕捉。守るか。ないのか。敵はいるな。レイヤー倒したって感じ。ランドいると思うんだよ。びっくりした。レジスタンスの指揮官が現れた。 ID は不明だ。もう一回後ろ戻るわ俺。これ右に展開したのはランドだよね。敵をターゲットする。いるね。上から行くか。前に進め。邪魔するものは全て始末しろ。あえてのあえてのこっち。歩兵をスキャンする。 OK。 スナイパーを上だから。爆破部隊突入せよ。レジスタンスの脱出シャトルに爆弾を仕掛ける。まあ、いっか。敵スナイパー多めだね。いて。ターゲットをキャッチ。グレネードを投げる。回せろ。私は戦場を切ろう。新たな増援が得られた。特殊部隊のエージェントだ。はい、取ります。グレネードだ。ターゲットを捕捉。無駄なこと。ランド面倒くさそう。投げるぞ。ランド面倒くさそうだな。ただい行ってあげてターゲットになってあげた方がいいと思うんだよな。ランドカルビージアンは。うん、多分下がりそうだね。やっとく？ああもう行ってるか。やっといてもいいと思う。敵をターゲットする。ハンガーの制圧が進行。行ってあげた方がいいからな。で、ランドも多分顔出すくらいしかやってこないはずだから。レジスタンスとエージェントを確認。気をつけろ。ターゲットをスキャンし。ターゲットをスキャンし。うお、なんといい動き。
タンク、タンクっていうかあれ重要だね。リーダー強がやられてるね。やはりランドが下がってるのが効いちゃってない、これ。やられるだよ。ハンガーはもうすぐ落ちる。下がっちゃダメなんすわ。いる。前、ごめん、ごめん。トンパくんね。撃って撃って。これらのセカンダリ射撃を次々と発射していけ。供給設備を破壊し、レジスタンスによる強化扉の封鎖を阻止しろ。フィンと名乗る裏切り者が敵軍に加わった。ギャッグを始末しろ。この時を待っていた。おお、見たか、ごめんごめん。しっかり狙うか。おお、奥からしっかり狙いてえな。狙われちまったな。こちらも引いてるのはよくないかもね。ああ、こっち空いてないのか。こっち空いてなさそうだね。バレない。バレてるわ。バレてました。バレてましたわ、普通に。そうだね、上がりたいね。向こうもだいぶ下がってると思うけどね。やられてる。そうね、下がらせれば多分いいかな。おお、リモバク。逆さ開いてないかな。あとなんかもう一個きっかけがつかめればいけそうだよね。なんかもう一個きっかけがつかめればできるそうな感じする。あ、上取られてんな。取られてるのは結構きつそう。まだ上取られてるのか。強化扉は半分まで閉まっている。これでいける。削ろう。とにかく削ろう。一人でもね、シャア戦行けばかなり削れるんで。全然弾がバレてて当たってないな。司令部より増援だ。精鋭の支援を得られる。これしっかり削りてえな。この隙間からしっかりね、奥から削るの大切なんで。攻撃見て、このチャー戦のジェネレーターを破壊。上行きたいな。でバラージも刺さる。強えな。いいね。あ、いいね、ボバ。あ、もう終わってる。ジェネレーターを2機破壊した。やっぱちょっとでも後ろ見せると早いっす。チャー戦はめちゃめちゃ早いんで。いや、シストルバー安定して強えな。やっぱりやっぱ敵の位置が分かるアドバンテージはすごいね。ただ、私の活躍ではないと。あ、結構頑張ってたような気してたんですけど、味方が強かっただけでした。まあ、スコアボード6位だから、そんなにはない、あれじゃないのか。まあまあってとこだったもんね。はい、というわけでね。やっぱこれ、
あれ、反乱同盟軍っていうか、レジスタンス側で書くの難しすぎるって、このゲーム。やっぱ相当な全面に押し上げる圧が必要だね。はい、というわけで、今回は、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。